動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。2013年に始まって、以来、月9の収録は10年以上の、歳月が経ち、その中で2021年度からの、急加速は凄まじく、とうとう1000話にも達しました。2025年の万博より後も、公約が続き、大阪エリアは大阪モノレールの延伸や、なにわ筋線の開通が控えており、月鉄界隈でもニューロットの、撃退、ベネクレア王国の周辺の、街角の開発のほか、熊平周辺の昭和レトロの、テーマパークの建設もあり以降も、計画が山積みです。勢いが衰えそうにない月鉄界隈。月9の収録は終点がまだまだ見えない状況です。どうしてこうなった？どうしてこうなった？早くも一線話に達してるじゃねえかー。一線話どころの次元やあらへんわな。何は筋線の開通の頃やと、二線話は言ってそうやし。いくらなんでも行き過ぎです。週一のアニメでも一年で50話分ですよ。ということは、わずか数年で急速に進んでいったということですね。高校まででは朝が早いという一種の難点もございますが、それは。だけど、月9の収録がここまで急ピッチになったのは2021年あたりだぜ。そういえば俺らって2020年から2021年でプロゼミ界隈にも足を運んでたな。なぜか旧グラフィックの私たちがラスボスの手下になっていたのですけど、七波優も普通にパーティーにおったんやで。普通にこっちのパーティーやったんやで。私も途中から参戦したんだ。ああ面白かったな。そのプロゼミ界隈にもフェアリーフィーが進出してね。なんだか色々とあったんだよな。そしてそこのプロゼミ界隈こそ月球の収録を加速させる要素を抱えてたんだよね。雪原祭に人魚祭にと、それらの企画の追加が大きく影響しましたね。2020年6月になって常に週1で収録が行われるようになったのじゃが、それで注目しておきたいのはリメイクが含まれておらんことじゃのう。少なくとも週1でのペースになってようやくまともになったというところだろう。2021年だと宇宙戦争でアラブインにも挑んだんだよな。あの年ははっきり言ってよくわからないな。あのパンデミックのピークでもあったのだが、はっきり言って色々とありすぎた。その割にはコンテンツはいまいち印象に残ってねえが、コメットの存在すら印象にないのは、なんとも奇妙な話ですよね。まるでパルナス界隈と比べて、最近のコンテンツが地味と主張するかですね。少なくともパルナス界隈と比べて、地味なシナリオだらけなのは否めませんけど。むしろ京都の花札屋の方がよっぽどインパクトあったわ。わかるよわかるよ。
よ。その時に夢の国の使者が参戦したんだからね。あかん、明らかに京都の花札屋に持ってかれとるやん。どうしてこうなった、どうしてこうなった。最近だとボーピーの価格がインフレしてるのに、少なくとも2021年をターニングポイントに急加速していったわけだな。2024年になるまで新たに企画を作りすぎたのも大きいよね。伝統無限城なんかはいくら枠を取ったのかな。早くも全体の 10% は占めてるんじゃないの。あの企画はスケールがでかいのじゃよ。1日の収録だけで1話が収まるのじゃ。これを6日開催じゃから6話の編成がデフォルトってことじゃの。やからといって6両固定編成に仕上げるのもなかなかハードなもんやろ。あれもあれで悪くないぞ。てか伝統無限城はむしろその方がいいだろう。他の収録とは何か違う事情があるのかな。あるのかな。わざわざ何回もオープニングとルール説明エンディングを組み合わせるのは回りくどい。東京ラプソディがなかったらおそらく今もずっと従来の方法のままやったんかな。 BBC トーナメントは間違いなく固定編成になるかな。今度はこっちでやるけど、せっかくだから2025年度の開催予定地も聞いてみるか。ボートレースオールスター笹川賞が丸亀で5月27日から6月1日32年ぶり2回目あって、グランドチャンピオンが取られ6月24日から29日16年ぶり3回目のこと。オーシャンカップが徳山で7月22日から27日現地では初開催。ボートレースメモリアルモーターボート記念が若松で8月26日から31日8年ぶり10回目ってつい最近のような気がしたけど、ボートレースラリー全日本選手権ここがポイントで抜いて10月21日から26日20年ぶり2回目の予定で、ズレの SD はかなり久々のことやって、これはある意味で2025年度の注目やな。チャレンジカップが福岡で11月25日から30日現地では初の開催とのこと。グランプリ賞金王決定戦が我が地元の住之江で12月16から21日3年連続33回目とまさにメッカ。年明け春のボートレースクラシック総理大臣杯雇用賞が蒲郡にて3月24日から2日中34年ぶり5回目と SD はこんな感じやな。マスターズチャンピオン名人戦が桐生で4月22日から27日にて現地で初の開催。レディースチャンピオンの能代浦決定戦が浜波湖にて8月6日から11日4年ぶり5回目。ヤングラーリーが宮島にて9月23日から28日新江ノ浦以来から遡って2011年1月以来14年ぶり。クイーンズクライマックス賞金王決定戦が大村にて12月26日から31日8年ぶり3回目。初日と2日目はリーさんのノーシリーズ戦が展開されるね。ボートレースバトルチャンピオントーナメント尼崎にて1月22日から25日現地で初の開催。スピードクイーンメモリアルナルトにて2月24日から3月1日に開催やけど、このプレミアム D1 は歴立てやから話が変わるわな。さてさて、そう言ってるうちにルミナスハーモニーが幕開けやで、一戦はちゅうことで派手になりそうな予感やけど、どういう展開になるんやろうか。We'll be right back.
一線の文字が堂々と輝いておるが、黄色いネズミでも同じような光景があった。なんかそれに通ずるものがあるわな。それにしても、いろいろと記憶が蘇ってくるわ。2018年の東京ラプソディもそうでしたし、2019年度も同様に何かしらの災いが起きておりますね。どうしてこうなった?どうしてこうなった?2024年度は月鉄界隈で影響がないというのに、全くもって不可思議な話だよね。なんか引っかかることがあったんじゃないかな。何か心当たりがあるんじゃないの?神田神社の件とかもそうだし。2024年度はその災いを教訓に別のルートを辿っていったからええんやけどな。その一方で、音の木の1組目がかなり嫌になってもうてるんやわ。音の木の1組目が現役で運用してる時に、いろいろとララランが起きまくった一方で、かなり嫌になった後の2024年度には、月鉄海岸でララランが見られへんかったんやけど、なんとも言われへん話になってるわ。日本円が身代わりで沈没しそうやけど、音の木の1組目をカナリアにしたことが、平野正門の遠霊を撃退したってなるんかは、各バトラーの見解によってまちまちやけど、2024年度に月鉄界隈で災いがあらへんあたりやな。そこがどう扱われるかで、平野正門の遠霊の撃退が左右されるだろうな。少なくともライバーにとっては、マッドエンディングだから好ましくないってなるはずだろう。それどころか、月鉄界隈においても、一時期は一種の緊急事態があったそうですよ。暁海岸だって、その海岸に何があったというのだ。粗大ゴミが不法投棄とか、それにかなり近い行為が横行しておりまして、現地ではコンテンツの不法投棄が大問題になっております。それやけど、下手したら俺らも暁海岸で島流しされる危険性があったんやわな。スペシャルートに行ったことで島流しを回避できたのですけど、下手をすればこっちも危ないところでしたね。誰が島流しされていたのかがですけど、置き換えられたシュガーミントもそんな感じで暁海岸に流されるのか。それでもスペシャルートに乗れたことで、そのような危機を回避できました。てか、一つ疑問点があったけど、暁海岸に放棄されたコンテンツを回収しなかったのか。確かにそうやな。一度たりともそのようなエピソードがあらへんかったしでな。それでも月鉄界隈で回収しなかったのがどうしても気になって仕方がないにだがな。シュガーミントは根本的に置き換えるから回収するのはありえへんとして、今までの過程で暁海岸投棄されたコンテンツを回収した中エピソードが他社線では見られる中で、月鉄界隈だけはレガールに参加してる中ではなかったわ。暁海岸の宝探しと呼ばれる書物でも、月鉄界隈にとっては宝物などないと書かれており、影と幻想の時渡りで暁海岸を通り過ぎても見向きもしなかったのです。今やと影と幻想の時渡りもマイスター陣営にあるから見てみたけど、天使海中より赤田組とは相性が悪そうなのばっかやったわな。鍵っ子や京阪のお庭が予期会に行ったのもそういう事情があったのかもしれないな。逆に月鉄界隈は暁海岸にコンテンツを不法投棄することもあらへんしな。月の宮に廃車改装されてコンテンツを処分って流れで、バルキューブはそこで赤田組のメンツに乗り換えやな。音の木の1組目がカナリアになってもこっちで管轄してるからなおさらそうやな。しかしながら、そうなりますと月鉄界隈は今後は新たなコンテンツのみを使うのでしょうか。ACP が登場してから月鉄界隈でもこれまでと異なる動きが見られる見込みじゃ。それどころか ACP でのムーブはこれまでの月鉄界隈のパターンとは全くもって異なる見込みで、月鉄界隈で他社線を運用している状況になります。うっそやろ、今までそんなムーブなんて聞いたことがあらへんかったれ。どうしてこうなった、どうしてこうなった、どうしてこうなった、どうしてこうなった。やっぱりスペシャルートはこれまでの月鉄界隈とは全然ムーブが違ってるな。レインボーハーツのパワーがあまりにも強力すぎるから別物となっておるのじゃ。ビビットは知らぬ間に潰れておったのじゃがのう。音の木の1組目がカナリアになったせいで、てか音の木の1組目がカナリアになったせいでこっちも危なかったねや。それで月鉄界隈でも暁海岸で島
穴が死にされる危険性があったんですよ。どっちにしてもビビットはスペシャルートに置き換えられてた野郎かな。アンドユー貨物船を通るメンツに恩恵が及ばない以上は仕方がないか。 ACP が引き連れたコンテンツも既存のコンテンツに影響を及ぼしそうやしな。まあ全てはアツと創始者の意向やしな。あのバトラーは明らかに男社会なもんで、新温州発内情はやむを得ないところなのかもしれぬがのう。そもそもの話でこれから先音の木の1組目が復活したらどうするつもりなのだ。あまりイメージがつかない話ですね。いずれは復活する見込みですけど、その時に平の正門の遠霊の復活と思われてまうことが大きな懸案事項やわ。それではなんとも言い難い話ですね。復活させていいのか良くないのか怪しくなります。音の木の1組目は引退したんや。乱れに復活させんと3組目にソースを注いだらええやろ。とりあえず夢路の事情をどうにかするところから行った方がええやろうし。テストステロン以外にも鍵を握るのはキャラクター史上離れ、月鉄界隈やとあまり影響せえへんけど、念のためにレガールの事情も見させてもらうで。レガール全体の問題は月鉄界隈だけ無視してもいいとならないしな。キャラクター史上離れ、なんとも感慨深い話だ。ミカド漫画復活したんだろうかな。